鈴木敏美は、日本の政治家、弁護士。元栃木市長、元太平町長、元栃木県議会議員。1969年3月、栃木県立栃木高等学校を卒業。1974年3月、中央大学法学部を卒業。1980年、弁護士登録。1984年、四谷中央法律事務所創設。 1999年4月、栃木県議会議員選挙で、下津賀郡南部選挙区から立候補し当選。2000年9月、太平町長選挙で初当選。2004年に再選。2008年に参選。2010年3月29日、太平町が栃木市、下津賀郡藤岡町、津賀町と新設合併し、 栃木市が発足したことに伴い町長を失職。同年4月25日投開票の栃木市長選挙で合併前の栃木市長の日賀野義幸を破り、初当選。2014年4月20日投開票の市長選挙では、鈴木と全県議のことより正尾の一騎打ちとなり、鈴木がことよりを8710票差で破り、再選した。 ことよりが合併後の地域間格差の是正などを主張し、合併前の旧町長や前回市長選で、鈴木に敗れた日賀野らの支援を受けた。それに対し、鈴木は、業界団体などの支援を受け組織型の選挙戦を展開して、再選に成功した。2018年4月22日投開票の市長選挙では、元市議の大川秀子に、僅差で敗れ落選。 ありがとうございます。